どうもこんにちは、まおちゃんです。今日はですね、見返りを求めない親切は難しいというテーマでお話ししていきたいと思います。はい、というわけでね、まあ今年の冬はねもうひどかった。雪国の方わかると思うけども、まあ今年は降ったね。もうねめちゃめちゃ降った。2年ぶりの雪だからね、まともな。去年なんてもうほんと降らなかったから、いやーいいねーって、雪のない冬って最高だねーなんて思ってたんだけど、もうそのツケを払わせるかごとく今年はもう雪国はもう雪で溢れ返ってましたね。去年のね年末だったかも、なんかね新潟かなんかで大渋滞し、立ち往生でも大渋滞あったし、その後もなんか一回大きいやつあったしさ、雪国全体がひどかったわけですけども、まあそんな中ね、まあ雪も溶け始めた最近だったんですけど、まだ雪は残ってんだよね、完全に溶けきってないみたいな状態の時に車がはまってたのを助けたんですよ。最近の話なんですけど、はまってたっていうか、もうだからもうね、もうそんな道通んなよっていう道を通ってるね車がありまして、俺は見てなかったんだけど、そのまあいろいろあって、そこのそれを見つけた人から助けを呼ばれる形で俺も助けに行って、で結局救出してやったわけで、それはナンバー見たらもう地元のナンバーじゃなくて、もうなんか雪全然降らねえような地域のナンバーで、でまあ助けたわけですよ。ね、雪道ハマってんの押してあげて、あげくスコップでさ雪掘ってさ、助けてありがとうございますって言ってたんだけど、まあそうやってねいいことしましたっていうことなんだけど、まあそれと同時にやっぱ思ったことは、なんかいいこと してその帰りが足りないみたいな。癒しいかな。いやでもふと思ったんだよな、結構ねもう労力ですよ、スコップ使って雪掘ってさ、あんなもん通っちゃいけねえような道通ったやつを助ける、しかもそのね、それがまた可愛いチャンネルとかならまだしも、なんかむさい男ですよ。なんかこう、いやーなんかね残念。いいことやっぱね、だからそれでもまあ今日の最初に言った通りなんだけど、やっぱね見返り求めずにいいことするっていうのはすげえ難しいんだなって思った。本当にね、あのねやっぱ人間として低級だから。俺なんかはね、やっぱね見返り求めずに何かをするっていうのはすげえことだなと俺改めて思ったね。だからやっぱそう、正直俺はそのスコップ掘って助けた労力に対して、あ、そのぐらいの感謝の感じで終わるんだなーはーって思ったもんね。なんかさ、もう表彰状とか来ねえかなぐらいに思ってるから、いらないんだけど、表彰状なんていらないんですけど、木一風とかね、そのぐらいのことやったんじゃない、全然大したことでね、まあ雪国で当たり前なんだし、確かにね、その地元の人がなんかハマってて、なんか知り合いとかだったら当然助けるに決まってんですけど、やっぱもう雪も降らない、地元でもないやつがもうめちゃくちゃな道通った結果ハマったのを助けて、なんかそれで見返りがないっていうのはなんかね、俺はね、残念。本当にね、もうこっそりと思った方いると思う。いや、本当その通りですよ。やっぱりね、人間できてないんだよね。まあそんな大したことしてないけど、俺としてはやっぱりその見返りが少ねえなって思ったし、あとさ、ちょっと前にさ、何の時だっけな、スーパーボランティアみたいな、小畑さんみたいな、名前間違ったかもしれないんだけど、っていうさ、すごいボランティアの人いたじゃない。九州の台風の時かな、なんかの時、基本的になんかそういうもう災害とかあると、そのね、小畑さんっていう人が現地に行って、ボランティア活動するみたいな、スーパーボランティア。俺もうね、神だなと思ったね。その映像を見た時も神だと思ったし、今回自分のねケツの穴の小ささを痛感した時にまたその小畑さんが思い浮かんで、やっぱあの人すげえなと思った。本当にねすごいよ、あの見返り、ボランティアって要は見返り求めないわけじゃん、当たり前だけど、基本的にはその救いの精神、助け合いの精神でさボランティアですると思うんだけど、あの人って本当にその小畑さんという人はあちこちで災害が起こったらすかさずそこに行って
もう最小限に荷物とか持って行って助けて、最低限でお礼とか何にもなくまた次のとこに行くみたいな、すごい人なんだけど、やっぱね、俺あの人には絶対なれねえなって思った。まあもともとなれる気しなかったけど、改めてやっぱね、俺は本当になんかダメな人間だなと思ったな。はい。ただやっぱり、やっぱり見返りは欲しいよ。いいことしたんだもん。っていうことなんだよな。だからなんかこうね、おばつさんみたいな、ね、すごいとは置いといて、やっぱ見返りやったらいいことしたなって思えるわけだから、やっぱそういう、だから自分がいいことされたら必ずちゃんとありがとうございますとか言おうかなって、やっぱ言おうかなっていうか言わないといけないなっていうのは本当に改めてね、心がけたいと思って。まあね、ちょっとそんな感じで、あ、ごめんなさい、ちょっとね、さっきまで喋ってたんですけど、その間に警察の職質受けましたちょっとね、後でね、またそれは別な動画にしたいんですけど、ちょっと職質受けたせいでね、私何喋ってたかちょっと覚えてないですけど、まあ、とにかくね、小畑さんっていうスーパーボランティアの方はもう本当に神の領域ぐらいに素晴らしい人だなって思ったっていう話と、あと自分のね、ケツの穴の小ささをね、改めてね、痛感させられたという、今回のね、雪国での、雪道でいいことしましたっていう報告ですね。もうちょっと職質されて、もうなんかどうやって話まとめようとしたか覚えてないけど、大事なまとめじゃなかったけど、はい。まあ、ちょっとりあえず別な動画でちょっと職質今されたばっかりなんで、それの話したいと思います。はい。そんな感じで、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していきますと、このデビュー喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。